皆さんこんばんは。本日も人間力大学 YouTube 対談のお時間がやってまいりました。ありがとうございま今日のす。ゲストはですね、作家の本田浩一さんです。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。お知らせ、ついに浩一さんが初登場という形で。いや、本当に僕はね、すごく僕の中で待望で、待望あ、というありがとうか、ございます。本当にめちゃめちゃ僕の中ですごく影響をこうちゃんから受けてまして、付き合いはめちゃめちゃ、出会いはもう本当古いっていうかですね、古もういね、20年、20そうなんです年よ、だもう。よね。20そう年なん近でく、すいね。や、それぐらいもう、ね、もともと福島先生のドリプラからスタートだったりとかしてて、でも福島先生からその紹介していただいて、もうこうちゃんは本当にやばいよっていうふうに紹介をされたのが印象的で、で、僕はいまだにこうちゃんのことを、こうちゃん何をされてる方なのかっていうのを説明しづらいんだけど、もちろん講師業でもあるし、作家も本も書かれてますし、YouTube もされてたりとかされてるんだけど、でも実業家としてもなんかそのビジネス、なんか俺ビジネスの天才というイメージもあって、なんか本当に圧倒的ななんか仕組み、今までやったことないことをやったり、人がやらないことをやったりとか、で、あと、一番僕が衝撃を受けたのが、ちょうど僕がてっぺんを創業して、バリバリ居酒屋の、ゴリゴリの経営者で、だいぶ尖ってる時に、俺、こうちゃんと出会って、なんか俺、衝撃を受けたのを覚えてて、その最初の、そのこうちゃんの雰囲気とかが、その、なんか、もっと力抜いていいんじゃない的な感じのことを、なんか俺はね、なんかその、なんか本当になんていうかな、その、俺のすごくいろんなものを、かこちゃんは感じ取っていただいて、俺、その言葉がね、めちゃめちゃ響いて、で、響いてたんですよ、ずっと。で、ケイちゃんはね、つってなんか、すごく、めちゃめちゃなんか、もうちょっと力抜くと、絶対もっとなんかね、もうなんかすごく、とんでもないなんか、いろいろ、すごい方向に行くよっていうのをすっごい覚えてて、で、俺ね、その言葉がね、どんどん時間が経てば経つほど響いてきてて、で、俺は力が入りすぎてたし、だからやっぱりなんか近寄りがたい雰囲気も作ってた時でもあったし、なんかやっぱ本気の朝礼みたいな感じで、やっぱり本気で生きてたけど、力が入りすぎてたから、もっとなんか本当にもっと楽しんでいいよとか、もっと面白く考えていいんじゃないっていうことを、僕はね、こうちゃんの影響めっちゃ受けてます、実は。いや、もともと僕すごい尊敬してたのよ。もっいと、や、だって、ほら、いろんな飲食街の重鎮たちにさ、感動してたじゃない。大島くん、君はすごいみたいな感じでさ、居酒屋甲子園とかやっててさ、で、確かにすげえと思って見てて、だから、なんだろう、そういう重鎮たちも認めるすごい人なわけよ。なんだけど、もっともっとっていうのがあったから、いや、普通にめちゃくちゃすごいんですけど、みたいな、なんか、多分そういうフィードバックをしたと。で、そのすごさを、ごめんね、ちょっと上からになっちゃうかもしれないけど、本人が全く受け取ってないから超もったいないっていうふうに見えてて。いや、俺も、でもそれも、そう、なんか俺はなんかその時、なんか、ちょっと本当力が入りすぎてたっていうのも、で、こうちゃんの生き様がなんか本当にふわふわ、なんかもう、なんかなんていうかな、なんかす自ご然体く、だったんですね。そう、自然体っていうのが表現がいいのか、もうなんか、すごいなんかね、出会ったことがない感覚、で、発想もそうだし、なんか出てくること一つ一つの言葉がなんかめちゃ刺さって、なんかね、めちゃめちゃ、で、その、で、あ、そう、こうちゃんすごいのがね、武田和平さんだ、そうそう、武田和平さんの、からなんかとんでもないもう日本代表する投資家さん、もう日本ナンバーワンの方から、こうちゃんは惚れられて、卵ポーロのね、もう本当そのすごい方からもう君みたいな人を待ってたって後継者になってくれって言われるような人なんですよ。そうそう、それが一番最初そもそも分かりやすいと思うけど、とんでもない人で、だからなんかね、なんかもうね、衝撃的しかなかったっていうか、もう理解ができなかったんですよ。僕のなんかその、今までのなんかその、成功哲学とか夢の叶え方とちょっと全然また違う、なんか、何なんだこのこうちゃんはっていう、もう不思議。だからもう、武田双雲さんと会った時の、なんか、もうハンマーでバーンって打たれたような感覚と、こうちゃんと出会ってバーンって打たれた感覚とすんごい似てて。
で、だからもう、この2人は、それは引き合うわなっていうか、なんかもう、すごく、で、クラブハウスが始まった時に、こうちゃんとソンさんのトークが面白すぎて、だからなんかもう、で、俺はそこに入りたくてたまんなくてっていう、もうね、ソンさんにも嫉妬してたし、こうちゃんにも嫉妬してて、なんか俺はこの2人の間に入りたいとかっていうふうに思いながらクラブハウスをね、やってたことが、すげえ懐かしいっていうような、僕はソンさんとこうちゃんっていうのが、僕にとってはなんか、もう憧れ的な存在で、なんかちょっと次元が違うような夢の叶え方をされてるっていうようなイメージ。なんか次元上昇ってこんな風に、だから力を抜いたとポンって上がっていくのとか、なんかね、だからすごくこうちゃんの YouTube たまに僕はすごくやっぱめちゃめちゃ勉強させてもらってて、実あ、あは。りがとうございます。で、なんかこうちゃんってまたすごい角度から言ってんなとか思いながら、そんな、やっと僕はこうちゃんの考え方に少しずつ今、追いついてきたじゃないけど、すごく今になって10、もう15年前、17年前とかに聞いてたことが、こうちゃん今と変わんないの。本当になんか。で、時代が今にこうちゃんに追いついてきたって感覚。だから、すごいですね。18年前から風の時代を生きてたっていうような感覚の、ほら、イメージで。だからなんかね、そんな印象の人、だから俺、こうちゃんが何者なのかっていうのを、その説明はすごいしつらかったんだけど、やばい人褒でめてす。いただいて大変光栄でごいざいやいや、ます。とにかくやばい人です。やばい人なので、なんか当日なんかその、逆に僕はこうちゃんには自由に好きに、人間力大学の皆さんに、もうなんか本当にこうちゃんのなんか人生の奇跡をなんか全部喋ってもらいたいなと思うぐらい、今タイトルにさっき事前の打ち合わせで決めてたのに、そのタイトル関係なく、なんかこうちゃんの生きてきた奇跡をめっちゃ喋ってもらいたいなって、ごめんなさい、俺勝手になんか興奮してさ、喋っちゃってるけど、マジでなんかそんなんがいいなって今俺は思いました。すみません、なんか。っていう方です、こうちゃんの説明がちょっと長くなりましたけど、そんありがとうなございます。人がですね、人間の大学の皆さんにもうマジで今回の回神回なので、もう始まる前から神回なので、楽しみにしてもらえたらと思います。いや、ありがとうございます。早速、ちょっとタイトルが変わりそうな勢いも感じるんですけど、今度ですね、浩市さんには10月の21日ですね、人間力大学にご登場いただきまして、書籍と同じタイトルで、不思議とお金に困らない人の生き方っていうテーマでですね、お話をしていただく予定なのですが、という感じですよね。とらわれそず、んもう自由に喋ってもらいたいなと思いますが、本当に。まあ、本に書いていないことをじゃあ話したいと思います。それはめちゃくちゃ嬉しいです。いや、ありだってがとうござ本います。当になんか、こうちゃんの話って、マジでなんかね、引き面付白いけこられとます。ばっかなんで、だからね、もって、とんでもない人たちと、なんかね、なんかその、なんでこうちゃん、そんなすごい人から、なんか、すごくもう、なんていうの、すごくす、その、みんなが、こうちゃん、こうちゃんってでもね、言われるのかっていう多な。分ね、これ聞いてる皆さんとほとんど一緒で、まあ、すごいな、この人からいろいろ学びたいなとか知りたいなっていう好奇心だと思ってて、この人からなんか話聞いたらめっちゃ人生変わりそうとか、どうやったらこの人みたいに生きられるんだろうっていう、なんかそういう好奇心が強くて、で、本当に、ヒデさん以外にも、まあ、ちょっと表には出せないけど、すごいこう活躍してる方とかと、懐にスーッと入って、いろいろこう聞き出すってことをずっとしまくってて、でも人って、こちらに興味を持って学びたがってるんだって思われると悪い気はしないんですよね。しない、確かにしない。いや、で、それをすごく嬉しそうに聞いて、バーっとこう紙に書いたりとかして、で、それを友達に教えたりとかして、で、友達が、それもっと聞きたいってなったら、その質問を集めて、またその人のところに行くと、そんなに興味を持って聞きたがってる人がいるんだってことですごい喜んでくださるっていうパターンが多くて、なんかそれをひたすら繰り返しやりまくってたなっていう。そのレベルが半端ないじゃないですか。それをどんどん思い出してきたんですけど、こうちゃんのなんか、もう、興味を持って、すごいいい話を聞いて、こうちゃんは、すぐにいろんな人に話をして、で、その感想とかを録音したりとかもしてたんでしたっけ？感想を録音したり、質問録音して、文字起こして、聞きに行くってことをすごいしてて。で、たくさんの人に話した、で、喜んでもらって、こんなにた、
その誰々さんの話がもうみんなこんなふうに感想してを言ってますとかっていうのを渡したりとかしてたりもし。私はこの人に話をすると100人の人が喜んでくれて、こんなすごいリアクションしてくれるんだと思うと、やっぱりもっと伝えたいみたいになると思うので、それをめちゃくちゃやりまくってたなっていうのが大きかったな。で、あとそれだけいい話聞けたって、あ、この運は絶対自分だけのものではないよねってなんか思うわけですよ。で、それを、あ、そうじゃない人たちに分けてあげるのが、まあ、この運の使い方ですよねっていうのがあって、で、そうすると巡り巡ってもっととんでもない運がやってくるっていうのが、まあ、なんとなく自分の人生の中で掴んできたことなので、っていう繰り返しですかね。いいやー、やー、今シンプルに今そのこと言われてますけど、それすごいことですよね。でも、いや、すでごいもです本当ね。にいろんなことが必要だったんですよ、当時の僕は。まあ、もともと若い頃、オーストラリアを自転車でこう横断したりとか、そういうのやってて、で、お水とか食料が取られあのないと、マジで干からびて死んじゃうので、そういう情報を先に行った旅人から聞きまくるわけですよね。で、それを次の旅人に教えるっていうのが、なんか当たり前にできてて、なんかそういう習慣がそこで身について、で、放浪から帰国したら、親父の会社の借金が8億円を超えていて、やばくないみたいな状態で、会社盛り上げないとどうにもならんじゃんってなって、で、たまたまお客さんがみんな大金持ちが多かったので、もう自分で商品売っといて、うちの会社マジでやばいんですけど、売り上げる方法教えてくださいってお客さんに聞きに行って、そう教えてくれるのね、いろんなことを。だこうやればいいんだっていうのがあって、で、それをちょうど僕の周りにも、同級生とかで2代目3代目の社長の息子が多くて、でちょうどバブル崩壊してみんな会社がやべえという状態だったから、いや、あの社長さんこうやって乗り越えたと話してるよっていうと、みんなこう食いつくように聞いてくるのね。で、それをそういう勉強会開きたいってことを言うと、もう快くこう開いてくれるみたいな感じで、なんかどっかのホテルのさ、一室とかその社長さん借りてくれて、で、じゃあ勉強会開くから20人ぐらいなら呼びなさいとか言って、で、そのホテルの部屋に行ったらさ、なんかこう、ご飯が用意されてるの、こう銀色のこうスネ夫くんちにありそうなバカバカ額があって、あれがさ、ダダダダダって並んでて、これ一人いくら払えばいいんだろうとか思いながら、でも結局全部その社長さんのおごりでいろんなことを教えてくれたりとか、あ、こうやって話聞きに来ると喜ぶんだと。はっと思ったら、そっか、この人たち、銀座のお姉ちゃんの前で自分の武勇伝嬉しそうに話すから、お金だってでも話したいですよねって気がついて、じゃあそれを超えるリアクションで僕たち聞きますって言ったら、みんな教えてくれるよねと思って、で、それがマジで役に立って、で、こうやって役に立ちましたって報告しに行くと、すごい喜ぶんで、学んで、普通というか、なんか僕もそうですけど、やっぱ学んで、よかった、そしてまあ実践をして、で、よかった、ですごくまた結果が出た、それをちゃんと報告するっていうことを、報告のもですね、だからそういうのって、今を聞いてると、すごく大切なことだなって思うけど、やれてないこともあったなとか、もちろん僕もあるんだけど、教える人って基本喜ばせたいわけじゃない。あ、この人もっと上手くなってほしいなって。で、実際に上手くなったっすって言ってくれたら、すごい嬉しいわけだし、で、仮にうまくいかないときは、ここまでやったんですけど、なんか思った結果が出なくてって、なんか、あ、ここまでちゃんとやってるんなら、あ、じゃあ、もうちょっとここだよって教えてくれるので、そう。で、僕の場合、その時借金が8億とかあったから、四の五の言ってられなくて、ケツに火がついてる状態どころじゃなかったので、とにかくこう、聞きまくるってことをしてて、あれが本当、すごい決定的に運が上がるいい出来事だったんだろうなと思ってて。いやー、すごいですね。究極に人を喜ばせる聞き方ですよね、それっだかて。ら本当こういうところにね、時間とか使って学びに来てる人ってめちゃめちゃそういう素質があると思うので、聞いて確かね、学んに。だことをいろんな人に教えすてあげごたり、こうやって結果が出たよっていうのをフィードバックしてあげると、もういろんなものがその人のところにやってくると思うので。い。いやー、なるほど。確かいにや、そうすると、人も運気も、お金の流れも変わりそうですよね。そうなんです。で、自分にはよくわかんねえなって、なんかあった時に、あ、
あの人ならわかるかもとか、だからそこに甘えに行っちゃう感じ。その甘え方、いや、僕もおかげさまでいろんな素敵な人たち知ってるんですけど、ここがわからなくて、でもこれ誰が知ってるかなと思った時に、社長の顔一番最初にこうバーンって出ちゃって、すいません、忙しい時間なんか、でもやっぱり社長以外に、が一番聞くのが一番いいと思っててって言うと、大体みんな気を良くしてくれて教えてくれたので、それ嬉しいですよね。すごい。それは天才的な聞き方ですよね。もう、いや、そう。自分じゃ絶対思いつかないことをこうポンとこう教えてくれるので、3年かかっても分かんないことをなんか10秒で分かっちゃうみたいな感じだったので、あれはすごかったですよね。ごいっいすや、じゃあ、ね。こうちゃんでも、この本当にやっぱすごい方たちと会ったり、その話を聞いてることってとんでもなく多く、しかもなんかその中で、こうちゃんもやっぱそれを実践してやられてる。で、今のこうちゃんがあってっていうのがあると思うんですけど、そのやっぱ経験の中から、その今晩は、なんかやっぱそのお金に関係してくることも、ぜひ、なんかその困らないっていうのはやっぱ聞き方と関係してくるんですか？やっぱもともとベースが借金8億で超困ってたので、でうちの親父の借金だったんだけど、で後でよくよく聞いたら、実は8億っていうのは2年分の、金利で、実際には36億を超えてたらしいのね。っていうぐらいに思っ金たの利で、だけがだから8なんかそ億。れを超える困ってる人ってそうそういらっしゃらないと思うので、まあ、なので、なんだろう、あと借金が2億ぐらいあってって聞くと、あ、もうすぐ返せそうですねみたいな、なんか僕そういうバグってる感覚で、でもそんな状況でも、あ、僕すごい、その時すごい良かったのが、まあ、そのもともとオーストラリアを自転車で放浪とかしてたので、テントとかそういうところでその辺で野宿とか普通にしてて、で家に帰ってきて、日本に帰ってきて、家に帰ってきて、借金があっても冷蔵庫開けたらビール入ってるし、うちの袋が美味しいご飯作ってくれるから、なんかね、困った感がないのよ。テントにいる時の方が全然困ってる感があって、だけど借金があっても冷蔵庫開くし、で本当に家とか取られたらどうするんだろうっていうのを生活保護とかこうめちゃめちゃ調べて、したらなんか人権派のなんか議員さんとかと仲良くなって、役所に駆け込むとどうにかなるんだっていう、なんかそういうことが分かったのね。だからそのカンボジアとかも旅してたんだけど、カンボジア旅するよりも楽なのかもみたいな、なんかっていう、なんか意外といけるみすたいごな、い。その最低ラインが分かったから、なんかそもそも困ってないみたいなのに気がついたことがすごい大きかったかなっていう。あの頃潜在意識とかそういう言葉ないけれど、困った困っただと困っちゃうけど、なんかカンボジアより楽じゃねとか、なんかエアコン効くしすごくねとか、あ今のに頃が関今し思うと大きかったなっていう。て、そうですよね。今の潜在意識とか、僕もなんかそ角度から学ぶと、今に感謝もしてて、なんかこの、うそ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 う
今振り返るとそこがちゃんとそんな気持ちになる。今それをさ言語化できるし誰しもが理解できる言葉になるけど、あの頃ってそういうのがなかったので。なかったですね。もうそうなんか、いや確かに冷蔵庫開けたらビールって紙じゃねとか言ってて、だってなんでかというと砂漠とか旅してる時って本当にこう何もないので、もうずっとあのビールとか、それまで深夜のコンビニでバイトしてたので、時間切れになった弁当とか捨てなきゃいけないわけよ。あの時カツカレー捨てたな、寿司セット捨てたなとか言って、あの砂漠の星空見ながら、ファミマのバイトで捨てたご飯の夢をずっと見るわけよ。めっちゃ切ないんだけど。いやそう考えると、あるに目を向ける天才ですね、当時の。困難を面白がるというか。そう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 。いや、そうだね。ですごくよく分かったのは、ちょっと話が変わるんだけど、お金持ちの人ってお金があるっていう目でしか世の中を見てないってことがすごいよく分かって、お金の流れが見えるとかさ言うじゃない。和平さんとかめっちゃ見えてんのね。でそのスケール感が普通の人と全然違くて、まあ、これはちょっと本に書いたことなんだけど、普通に生きていると給料日からクレジットカードの決済日までのなんかこの流れぐらいしか見ないじゃない。はいはい、25日の給料入りました、はい、
クレジットが決済があって15日支払われます。あ、やべえ、あとの10日間残高ねえぞみたいな、なんかこういう物差しじゃない。で、これを会社とか経営し始めると、入金がいつあって、得意先に支払いがいつまでって、こう、期間が長くなるわけじゃない。で、投資家になってくると、まあ、投資してから配当が出るまでって、こう、もしくはこう株価が上がるまでって、だんだん長くなるわけだけど、和平さんとなんかこう時間を過ごしててびっくりしたのが、こういうね、純金のメダルを、こんなでっかいやつを100枚作って、祀ってるのね。で、日本のなんか歴史を作った偉人たち100人とかっていうのを祀って、で、毎朝いつもこうやってこう、なんかお願い事してたっけ、何お願い事してんですかって、いや、でお願い事ではないよね、この人たちは命をかけて日本を良くしようと思った人たちだよね、あなた方のおかげで私はここにこうして幸せに入れますって感謝を伝えてるよね。で、この方々は魂はあるけどもう肉体はないよね。で、わしには肉体があるから、あなた方のやりたいことをこの私がやってみせますとお誓いを申し上げてるからねって言って、なんか、OK と思ったわけよ。いや、俺はなんか、すごい人を純金で祀ってお願い事したら、棚本でいっぱいになったから。なんだろう、株が爆上がりするのかなとかさ、なんかそういうなんかこう邪心の目でしか見てなかったのに、なんかすごいこうやってみせますっていう決意を申し上げてるかっていうのに驚いて、で、これなんで今この話したかっていうと、その1000年前とかに活躍した人たちに意識を注いでるんだよね。で、その自分の1000年後の未来の子孫はどうなってるんだろうってことまで考えてるので、これをお金でもやっていて。で、なんで金なんですかって言ったら、いや、金は昔からみんながありがたがって貴重だったやつだよねって言って、で、わしが今ここで金を素敵な形にしたら、みんな大切にして、後世の人にも残すだろうし、この金を見たときになるほど、日本の偉人っていうのはこういう人がいて、もうちょっと調べて学んでみようかって言ったら、昔の人も喜ぶし、未来の人も、もっと学ぼうって言って、生き方が分かって、ええがねっていうので、なんかその見てるスパンの長さがまるで違ったのね。いやもうそれでゴーちゃんでも続きにしてもらいたいです。いや僕今ねその僕和平さんと一度お会いしたことがあって、でその時に大島君金買わないかっていうその日に言ってもらって、僕もう、いくらするか分かんなかったけど買いますって言って、で買わせていただいた金が本当にそのさっきこうちゃんが言っていただいたように龍馬さんとかいろんなそういう人たちがの顔がある小判のようなやつを僕が買わしてもらったのに、その僕がそのままなんか自宅の奥の方に眠らしてたんで、ちょっとそれをちょっとこれぜからひちょっとですね、ちゃんと聞きます。ちょっと今ね、すっごくいい、僕最高の時間だったんですけど、で、あれ本当がにね、例えば自分がそれを分からなくて置いといても、子孫がそれを見つけたときに、これは誰だろうって言って、あ、こういう人がいたんだ、この人の生き方を学ぼうって言ったら、子孫にも財産は残るし、学びも残るみたいなね。いやー、すごいですね。危なかったです。僕はもうその生かし方を全く間違えてたんで、ちょっとその眠らしたままになってたんで、ちょっと。いや、なるほど。100年前の人たちに思いを送る人は100年後に語り継がれるような人になるってことですかね。で、お金の流れが見える人って、まあ、例えばね、会社にお金が入ってくるときに、そこに持ってきたお金の人はどういう気持ちで持ってきたんだろうっていう意識をして、で、自分がお金を払ったら、その払った先の人がどう喜ぶんだろう。まあ、例えば、僕はお金を喫茶店で払って、コーヒー代払ったとすると、そこのサーブしてくれたお姉さんが、まあ、給料になって、じゃあ、週末、ボーイフレンドとデートして、それで楽しい思いをするのかなとかな、なんかわかんないけど、そうやってイメージすると、ああ、なんかお金の流れっていうのがこう見えてきて、で、自分もその流れを経由しているこう一部なんだろうなっていう感覚になってきて、するとなんかお金がそこで途切れるとかなくなるではなくて、どう流れてどう美しくこう流していくのかっていう、まあ、なんかそういう感覚になってくるんだな。で、ワーゲンさんの投資を見ていると、まさにそういう形で、やっぱりこう日本を発展させて良くする、そして配当金もたくさん出すような
周りに還元したがっているような会社に投資をしてあげて、でそれが増えたらまたさらにいい会社に投資してあげて、日本経済を本当に良くしていきたいっていう、まあ、そういう考えをお持ちでやられてたし、で株価が下げた社長さんが来るといっぱい励まして、もともとこうね、成長できるようなアドバイスもいっぱいされてたし、なんかその自分だけって見てるんじゃなくて、こうもっと大きなスケールで見ていて、まあでもこれの小さい版でもいいから、僕たちがちょっとずつできるようになってくると、なんかお金で困るとかそういうちっちゃいこと言ってるんじゃなくて、なんかこう自分のところに巡ってきたお金とかでもうちょっとこう世の中良くすることができるかもっていう視点を持った瞬間は不安ではないっていうか、その時間が増えていくと、多分ああいう和平さんモード的になっていくんだろうなっていうのが、まあ、僕は500泊以上一緒にいて深くこう実感したっていう感じですかね。いやすー、もうちょっと当日のごい。はい。その10月が、ちょっと10月21日のこうちゃんのパッもうやばいですね、これは。やばいので、このもうぜひ続きは、ぜひ皆さん本番でも参加して、これ、むね君、YouTube 見てくれた方は、当日の人間力大学も参加可能なんですそうかですね。ね、概要欄から、下の概要欄からですね、ビジター参加という形で、参加がでできるんまですすのね。で、あ、最高ぜです。ひ、ご参加いただけたらと思います。このお願いし続きます。は、ぜひ10月の21日に、はい。また聞いていただけたらと思います。本当に、小石さん、本当にありがとうございます。貴ありが重とうなございおま時間、あす。りがとうございます。大島さんもありがとうございます。いや、こちら本当にありがとうございます。当日お会いできる、お願楽いししみにしてます。ありがとうございまします。た。